クスコ東日本です。午後6時15分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに7号小松川線上り方向の情報です。午後池袋線板橋ジャンクションを先頭に錦糸町まで15キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて外環を三郷方面へ向かわれる方にお知らせします。市川中央インター付近44キロポストを先頭に交通集中のため渋滞しています。引き続き京葉道路を木更津方面へ走行中の方にお知らせします。路上障害物のため船橋インターを先頭に2キロほど渋滞しています。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。あなたに実際の目ですか。